はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。モフモフの下僕様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います、なんかモフモフしたペットでも飼ってらっしゃるんでしょうか。NHK 割増被害者さん、ご連絡ください。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。内閣府調査、経済的余裕がない、63.2% で過去最多。内閣府、物価高のせいかな、言ってますけど、これおかしいんだよね。普通に聞いたら、余裕がない3割、余裕がある3割、どちらでもない4割ってなるはずなんですけれども、 63.2% ってだいたい3分の2の人が余裕がない。そうするとね、どちらでもないが、あれですかね、2割ぐらいで、余裕があるっていう、威勢のいい人が1割ぐらいなんですかね。よくわかんないですけど、世論です。自民、でも株高だし、生活苦しすぎ。マジで家賃と光熱費で給料消える。便乗値上げがひどすぎ。皆株で大儲けなのになぜ。そりゃ株買ってなければ、あやかれないね。資産運用をしとけばよかったと反省している。まあ運用するまでちょっとお金を余す余裕もない人も多いですもんね。地獄の自公政権で貧しくなる一方、自公が物価上げて子育てしにくい世の中にした。株高でも内需はズダボロ。そうなんですよね。物価高でも消費が旺盛で、物価も上がってるっていうことじゃないんだよね。試験ですけど、自公が外国人労働者をせっせと入れて、日本人の賃上げを抑制してんだもんね。余裕ない、過去最高にもなるよね。経済には強い自民とか、そんなんでもないのね。経済で、今の日本で餓死する人は稀でしょうけれども、食えるからいいだろう、金あるからいいだろう。だから竹島、北方領土、拉致被害者でつべこべ言うなっていう売国政権が自民党、公明党なんですけれども、その経済でもこんなね、過去最多で余裕がないってことにしたら、取るとこねえじゃん。得意なとこねえじゃん。取りえねえよね。自公がやった庶民を苦しめる政策、森林環境税新設、再エネ賦課金を3倍にいきなり、6000いくらだったのが1万6000いくらになっちゃって、扶養控除縮小を検討中、年金支払い期間5年間延長、65まで払えと。結局ですね、年金税と考えれば、5年分増税ってなりますね。少子化対策支援金と称した保険料値上げ。これ増税ですよ。保険税って言うんだからね。などなど、どう考えても増税方向にしか動いてないですね。実質税負担率は、今 47%。50年前は 25%。35年前は、35% でした。35年前っちゅうと、私が結婚はまだしてないか。30年前か。私結婚したのは。楽な時代に結婚できまして、子供も2人こさえました、私は。この頃結婚してですね、子供を設けた人は、つまり私らより上の人、今の若者にですね、結婚して子供産んでなんて言えませんよね。自分ら楽してね、楽な時代に結婚してんだわね。ちび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 負担率上げてって、財務省のせいで、先進国は全部少子化だって言うけど、本当にいい国だったら、子供増えていくはずなんだよね。それが私の持論なんですけどね。女性はもともと輝いてんのにね、先進国が全部が全部、女性が輝く社会に行って、狂ってる結果でしょうね。そんなことしなくても、女性は輝いてんですよ。ね、無理やり働かそうとしてさ、女性が家庭で輝かないと子供は増えないって、なんで誰もこれ気づかないんだろうね。なんで気がつかないの。それと女性はもともと輝いてんだから、無理やり社会で輝かす必要がないって、なんで誰も気がつかないんだろう。それ言ってですね、フェミに総攻撃されても、受けて立てばいいじゃんかってね、言い続けてですね、それもそうだって納得する人を攻撃よりも増やせば、
火事なんですからね。まあ、ディベート大会なんかもそうですよね。相手を論破するんじゃなくて、見てる観客を納得させた数の多い方が勝ちっていうですね。在留外国人、過去最多、また暗いニュース。昨年度末、341万1000人で、前年度比33万6千人増加。1割増えちゃいましたよ。たった1年で。技能実習生40万5千人、プラス8万人。特定技能。これはですね、農業、漁業、林業、介護など、不人気職。で、滞在が20万人と。世論です。多すぎだ、ふざけんな。1年で1割増はおかしい。日本人は減り、外国人が増える。40人に1人が外国人か。自民党を潰さなければ、日本は終わる。来たやつすべてを受け入れている政府がおかしい。歴史上、少子化で滅びた国はないが、移民で滅びた国は多数ある。移民の危険性を築くのは、自分の身内が殺されたり、身の危険を感じるようになってから、全部の国が移民で失敗してるのに、日本だけ平気とか思ってんのはなぜ？341万人の中に不法滞在者25万人はカウントされてんでしょうかね。それとも別で実際には、不法滞在者込みだと366万人いるんだろうか。怖いっすね。自民党と経済界、低賃金労働者と消費者が欲しい。公明党、信者が増やしたい。パヨ政党とマスゴミ、社会を混乱させる戦闘員が欲しい。あわよくば投票できるようにして票と寄付が欲しい。川口くるとかばってる議員いるんですけど、パーキン買ってもらってないね、きっとね。美味しい思い、できるからだよね。票にはなんねえから、あの人ら。全部が全部外国人ウェルカム。野党も与党もマスゴミも、外国人ウェルカムで絶望しちゃいますね。欧米の惨状を見てもですね、俺の任期中は大丈夫。あとは知らねえってメンタルなんでしょうかね。岸田総理66歳が生きてるうちは、治安や経済大丈夫かもしんないけど、翔太郎がひどい目あんだよね。その腐った脳みそで少し考えろっつうの。このまま外国人入れてたら、増やしてったら、日本人が少数派になっちゃって、翔太郎が困んだからな。その腐った脳みそで、死んだ目で考えろってね。財務省も血まなくになって増税ネタ探してんじゃねえっつうの。お前らの子孫が重い負担に苦しむことになるのがわかんないのかな。財務省官僚のね、子や孫やおいやめが全員官僚になれるとか、税金を吸う側になれるとか、そんなわけねえだろうがって、少し考えろって、その腐った脳みそ。クルド人が激怒したのは、鳩山政権がやった難民申請後6ヶ月経過したら、仕事できるが原因だそうであります。それから、なんと10倍に増えた。民主党政権までは200人ぐらいしかいなかった。日本に。それが10倍以上に増えました。世論です。悪の根源、民主党。一回やらせてみようが、こんな結果に。お給を据えられたのは国民。その頃難民申請窓口が、ものすごい数の不法滞在者で溢れ返ってた。難民申請何回もできて、その間送還されないとかにしたのも民主党じゃなかったでしたっけ。30年前はですね、みんな入管を鬼のように恐れていた。捕まったが最後、あっという間に送還されてた。そうなんですよ。あっという間、失礼しました。あっという間に強制送還の昔に戻しましょうよ。それかですね、難民審査部門の予算を100倍にしてね、あっという間に審査終わるようにすっとかね。2回までできるように法改正されましたけれども、それだって何年もかかってたんではダメだって。その間入れちゃうんだから、まあ、1週間とか即日審査とかそれやれよ。不人気職につけばね、介護とか農業とか特定技能って在留資格がついてどんどん入れて、しかも送還しにくいって、そんなんじゃねえ、不法滞在者増える一方でしょ。しかもね、農業とかで働けば家族も無期限で入れるって、向こうのね、人ら、10人家族とかザラだっちよ。特にイスラムの方。したらですね、1人が農業で働けば、10人が永遠に入れるって。でね、労働者80万人入れようかなんて言ってから、800万人来ちゃうじゃん。あっという間に日本人が、少数派になっちゃって、アメリカの白人みたいに、
差別されんじゃねえの、弾圧されちゃうんじゃねえの、心配しております。自民党派閥裏金問題で、塩野良龍元文科大臣、これ読めなかったな私、下村博文元文科大臣、広文って読むんだと思ってたけど博文って読むって、西村康稔前経産大臣、世耕弘成前参院幹事長の4名を、選挙非公認処分で、選挙非公認処分で調整だそうでございます。つまり次の選挙で自民党公認って名乗らせないっていうですね。おかしいな、5人衆だって言ってたのに4人しかいねえな、萩生田さんは助かったみたいですね。これはなんでって話なんですけど、不記載裏金があった議員は82人だって、こいつらは大人がめなしなのか、こいつらは大人がめなしなのかっていう話。世論です。議員辞職が妥当。豚箱にぶち込め。クソアマ処分でやってる感マックス。除名しないの。別の公認候補を立てないなら意味ないよね。当選したら復党パターンか。これじゃ真面目にやってる議員が損。派閥の会長を務めてた岸田の処分は、選挙非公認にしてその期間は選挙しないというオチ。自民党員資格は変わらないみたいですね。っていうと、自民党員って肩書きで選挙に出るんすかね。そんで自民も公明も対立候補出さずに当選させてですね、みそぎは済んだとか言って復党させんですかね。脱税したんだから議員辞職が妥当なんじゃないの。誰もが感じる甘すぎる。裏金記載ってですね、資金団体、国会議員は資金団体っていうのを持たなくてはいけない。で、寄付とかはそこに入れなくてはいけないっていう決まりはですね、これは会社の売り上げと社長のような感じでですね、ところがですね、派閥からの金、どこにも買いで願ったっていうのを売り上げごまかしてたと一緒ですよね、会社。会社が売り上げなかったことにしたっていうのと一緒じゃね。もう一般人や企業がやったら完全に有罪ですよね。税務署来ますよね。喜んで。今後は犯罪組織自民党ですって名乗れって話。その他のニュース。日英伊共同開発戦闘機は冷戦の伝統がある三菱重工が担当だそうであります。死の証人にならないで。東京新聞、共産党赤旗、パヨ市民団体が一斉に三菱商品の不買呼びかけ。製造者も死の証人ってなるんでしょうか。兵器メーカーとかじゃないの。なんか死の証人っていうと売りさばく側、イメージ的にはヨルムンガンドみたいなのが死の証人じゃないのかってイメージありますけどね。東京新聞の印刷機は三菱製、三菱グループのローソン、ニコン、東京海上、明治生命、ケンタッキー、キリン、日清食品、エネオスも使ったり買ったりするんだよ。蒸気タービンのシェアトップなんだから、それで発電した電気使わないよ。気象衛星ひまわり使えないからお天気欄は廃止だな。三菱のエレベーターは使わずに階段登れ。電話回線もネットも何かしら三菱の部品が使われている。お前ら電車に乗れないな、などなど多大なツッコミが殺到しておりました。現代日本でですね、三菱と関わらずに生きていくのは不可能にかなり近い困難な模様であります。そうだな、山ん中行って、自分で掘ったて小屋とか、掘ったて小屋っていうか木で自分で家建てて、で電話もスマホも使わずに、よそと関わりを持たずに電気も使わずろうそくで暮らすっていう風にしないと、そのろうそくも三菱製だったりしないかなっていう話。私も三菱銀行使ってますしね。女医さんの割合が 23.6% になり過去最多。産科婦人科の先生はやっぱ女性がいいですもんね。あと何、乳がん検査する、先生とかね。泌尿器科、肛門科の先生が女性だとちょっと恥ずかしいかな、患者になった時にな。私は政治が無理やりですね、一般女性を社会で輝かせようとするのは反対なんですけども、社会で輝きたい女性を妨害する気はもうとありません。女性が家庭で輝かないと子供は増えないって当たり前のことを言うだけで、頑張ってる女性の邪魔はしませんからね。モスクワ郊外のコンサートホールで迷彩服を着た5人組が
アサルトライフルを乱射、放火、ホールが燃えた盛大に、40人死亡、100名負傷って報道されてましたけれども、死者60人に増えている模様です。犯人は現在も車両で逃走中。ISIS が犯行声明を出しました。 ISIS ってまだいたんだ、まだあったんだ。あーしぶといな。ロシア政府、テロ攻撃を受けた。米国政府、ロシア国内で大きなテロ起こるぞ、2週間前にロシアに警告。ウクライナ政府、我々は無関係、プーチンの仕業、ISIS 州の仕業か、集会禁止にしたいプーチンの自作自演か、ウクライナの攻撃か、チェチェンゲリラの仕業か、アラブとロシアを引き離したい、ユダヤ系か、イスラエル、NATO のどっかの工作員か、ロシア国内の反プーチン勢力か、敵が多すぎてこれら全部に可能性ありますね。すごいことになってんな。日本郵船 18% 賃上げ、初任給が32万円に。やればできんじゃん。他の企業も内部留保ばっかで溜め込んでないで日本郵船に続けて、お客さん、社員もお客さんなんだからさ、消費者っていうことで。人食いバクテリア、連鎖球菌感染増加。人食いバクテリアって体が溶けんだろうな、細胞が。現在まで都内で88人の感染を確認。死亡率、脅威の 30%。死亡率高くね。これらでも、チフスでもこんなに高くないよね。脅威の 30%。外国人観光客が増えれば、まあ、こういう弊害もありますね。外国から、病気持ってくるっていうね。小林製薬、赤麹、コレステヘルプ。コレステロール減らすんだろうな、これな、多分な。が、重い腎不全を起こすことが判明し、全品回収に、十数人が重症で治療中とのことを、持ってる方は飲まないでください。ブラジルのリオデジャネイロ、体感温度 62.3% を初記録。普通に死にますね、これね。外で働けないね、これ。全然無理だね。いくら冷房服着てもちょっと60度でも無理っすね。風呂より暑いんだからさ。なんか中国の環境破壊のせいで地球までおかしくなっていくような、これは日本でも夏めちゃくちゃ暑かったり、今頃までなかなか春っぽくなんなかったり、異常気象だよな。これは中国の砂漠化のせいだって言ってる人いるんですけど、中国ね、砂漠化が進んでて、もうすぐ北京も砂漠になるみたいなんですよ。自業自得で滅びんだったら、他の国巻き込まないでほしいですね。自業自得で滅びんだったら、中国だけで勝手に滅びてくんねえかな、砂漠になって。砂漠になったら牧歌的な風景、エジプトとか、になるんでしょうね。中東みたいな牧歌的にね。水どうすんだろうなって、いっぱい人いんのになって。チャンネル登録よろしくお願いします。メール登院、大募集しております。メール登院になって毎日届くメールでですね、賢くなってですね、日本改革党をついでにお支えください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。